チケルドメデジュンです。今回は国岡ステファニーベースドリームエイジというクランですね。さあこちらクラッシュマスターズ予選ファイナルラウンドですね。これを勝ち上がるとベスト8進出で別日に配信とかもいろいろ入りつつ順位が確定し得点ももらえるというね非常に大事な一戦です。前回はねインクイジョンと大激戦を制しまして勝ち上がった国岡ですが、今回も国岡目線で見ていきましょう。早速やっていきます。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。最初5分30のファーストアタックの方はクラウスというわけで、結構早めに来ましたね。さあこれはスケルトンインビジブルかな、スキンブですね。さあウォールブレーカーでしっかり奥まで、バーバリアン出してウォールブレーカーで奥までかなりチェックが入ってます。うまい。これでシューターを投げ込んでいくと。さあからのスケルトンインビジブルシングルの方ですね。回廊配置に、おわー、大丈夫。いいえ。これ、すごい、寿司でもね、スケルトンの、わー、タンキー出しちゃう。おー、危ない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 。マルチ IT にむしろ助けられたまである、これは。まあ、ヒーローたちも結構重なっているところなので、こうやって、ジャストでね、インビジブルかけていかないと、ヒーローたちに反応しちゃうんでね、怖いところだったんですけど。これもしかし、そうだね。今のタウン起動結構負け筋あるんで、気をつけなきゃいけない頭にない発想のミスの一つですね、これ。見落としがちなミスかなと思うんですけど。届くかな？しっかり届いて。これも早めにウォールブレーカー開けないとゴーレムが入らないんですよね。わかるかな？この穴が開いてないから、このちっちゃいアーチャータワーの方に誘導されちゃうから、ウォールブレーカー穴が開いてないといけないんで、今のタイミングじゃないといけないんですよね。しっかりその辺も分かっているような状況。さあシューターに本当は上に行ってほしかったと思うんですけど、下に流れてきてしまいましたね。さあウォールブレーカーしっかり決まっていって、ロイちゃんブーメラン戻っていく、折り返していきました。ドライブがうまいですね。さあ速攻でクローク使ってってタウンホール撃破。うん、シューター割りましたね、今のは。次の攻撃はもう期待せず、ユニットをここで召喚していって、そこに合流するようにバルーンを開始しましたね。さあ、ラバからのストライカーもここで登場していきつつ、トームと。さあ、一瞬で、ロイヤルチャンピオン処理が終わりまして、中心ラバがいい形で走っていく。さあ、ライダーがこれいいね、このライダー。赤バックを大量に吸っていき、バルーンを保護していって、フリーズがまだたくさんありますね。さあ、イーグル固めつつ、トルネも出ますが、赤バックは結構ね、ライダーが拾ってくれているので、しかも空バルーンの方に当たりましたね。さあ、これでフィニッシュと。ホグとかも持ってきてたので、まあ、ある程度、罠とか見えた時においで出して、さらなるね、フレームシューターへの罠を守っていくっていう、そういうユニットの残し方だと思うんですけど。さあ、ファーストアタック全開ですね。最近ちょっと回廊のアタックも増えつつあるので、今回の対戦も回廊だったかな、確か。違ったかな。そんな感じです。さあ、続けて星さん。トッツウィズラバルですね。トッツウィズラバルにスケルトンが1枚入った形。まあ、基本はヒーローの延命に使ってくるのかなってところですが、どこに投げ組んでのな、ね。はい。投げ込んでくるでしょうね。来ました、タウンだ。さあ、クランジョーも入っている。さあ、ジャスト落として、インビジブル。素晴らしい。最初の竹がタウンホールっていうね。ちゃんと、一番打ちたいところを最初に持ってきて。クロスまで。いや。うわ、強い。入らないんか。素晴らしいね。この短い時間でさっと一番壊したい施設がどんどん。これストライカー避けるの難しそうだけど、うまい。アーチャーでしっかりとターゲット吸って、ストライカーからやってくるような時間を作って、この援軍処理うまかったですね、今の。さあ、パピー生まれていきますが、ここはポイズン効果がしっかり入りきります。この辺ちょっとね、ユニコーンの能力も落ちてるんで、感覚少し変わってきそうな、スーサイドの場面もね、出てきそうなんですが。さあ、アイスゴーレムしっかりいいタイミングで当選の竹も取れてますね。スケル
ルトの呪文あるんで、まあ、シングルヒーローの竹に使ってきそう。さあ、ロイヤルチャンピオンを投石区画に。馬強いな、これ。さあ、フリーズ入って、ここで。マルチがちょっと長いな、あいつ。さあ、早めのフィストでここは竹を散らしていきつつ、ストライカーも4体も手元から持ってきてますね。さあ、ロイちゃんはただ真ん中マルチまで届きましたね。強いな、このロイちゃん。さあ、オイラバストライカー、一気にトームをかけて、クイーンの方も伸びていく、これで。あー、インビジブル。ロイちゃんも延命みたいな場所に打ちましたが、かなり遅れてましたね。さあ、ここはしっかりと、ストライカーでロイヤルチャンピオンまで処理をしていって、フリーズがまだ3発ある。さあ、もうアーチ頭に回収のバルーンを出していって終点を見てますね。さあ、フリーズをかけていきつつ、もう一回フリーズヘイストを重ねていって、フィニッシュと。ロアボーデンに、ザキツプシキー。久々に見たね。さあ、フリーズ、あー、カバク。とはいえもう、トツウィズのね、瞬間火力と、ヒーローパートが強かったですね、これは。ぶっ刺さりだ。さとやインビジブルかました後にスケルトンが出てくるという、ガーサス。おー、トルネもありましたが。はい、というわけでね、ファーストアタックお互い終わりまして、星6対6というわけで、かなり危険な香りがしますね。お互いに全開スタートというわけで、ちょっとしんどいね。ああ、手が疲れちゃった、手が疲れちゃった。というわけで、3アタックまで全開を捉えていって、さあ、後半戦見ていきたいと思います。これ結構ね、ちょっと前の対戦とかで僕も攻めたことある配置なんですが、まあ、別の取り方をしていく、攻め方をしていくような形。おい。これ突撃艦かなり貯めてね。ストライカーを踏み潰すという突撃艦です。結構ここシングルじゃなくてマルチの配置も多かったりするんじゃないかなって感じなんですけど、シングル IT が3本の配置でしたね。関係なくクイラバやっていきます。まあ、若干ね、まあお互いに星6スタートってなると少し時間も気になってくるところですよね。これがね、嫌な感じだわ。5分30なのに。さあ、援軍ポイズンかけていきつつ、この間にキングでサイドカットをしていただくイメージですね。さあ、シングルなのでこれが痛いですね。さあ、フリーズをかけていって、さあ、早めのフィストでシングル IT の竹ばらしていきつつ、ロイヤルチャンピオンも後続出していって、さあ、ラバルパートも進めていきます。本当はね、もうちょい食い火でね、穴開けしてもっとやっていきたいところなんですけど、このタイミングで出してあげないとロイちゃんたちが、うい、シングル捕まらないようなねルートが入った幕域がもうちょっと早めにポッと来てくれれば、援軍に捕まっちゃった時間がありましたね。さあ、ここ大砲落としていってフリーズ固めて、ストライカーで相手のロイヤルチャンピオン処理していきつつ、ここにレイシ、まあ、かなり食い火見ないでラバルパート早めにスタートしていったので、少しラバルの方がね苦しくもなっているんですが、ちょっと巻き気味でいきました。さあ、インビジブルでクイーンも守っていきつつ、もう残りアーチャータワーしかないので、空の防衛説がなので、食い火延命してもいいという形でね、まあ、そんなにクイーン延命する必要もないんですけど、最大効率でやっていくならインビジブル打った方がいいというところです。さあ、バルーンも結構残って、まあ、クイラバにしては結構早いタイムで前回取れたんじゃないかなというところで、さあ、これで3連全開、お互い3連全開という状況ですね。さあ、ガクインドラスケルトンにワイドラと、まあ、バルキリー入ってますが、タウントツ、援軍も釣りつつ、まあ、スニゴブセットかな、大丈夫そう。さあ、インドラでラバ殴り始めました。これバルキリーとインドラで、なるほど。うおほう、インドラバルキリーで小物とラバと両方援軍処理していこうっていう、そういう狙いの
援軍処理方法だったんですが、ちょっとうまくヒットせず。さあ、ここからインドラスケルトンスタートですね。ちょっとライダー早かったかな、先行しちゃいそう。危ない。あー、シングル取られちゃいましたね。あー、でもここは初手トーム。さあ、スケルトン置きつつ、まあ、今回被弾入ってないんでいいんですけど、ユニコーンがね、やっぱり弱くなった関係上、全然クイーンの HP がまだ戻ってないので、この後のターゲットとか気をつけていかないといけないところですね。さあ、赤爆とかもしっかりバルーンの方で据えつつ、めっちゃ罠あるね、ここ。さあ、中心ヒールをかけていって、投石だったり、イーグルだったりのターゲットをヒーリングで直していくような形ですが、スケルトン置きつつ、さあ、こっちにもスケルトン。フィストがまだ残ってるんでね。さあ、クイーンからターゲット外れないですね、あのクロス。さあ、ここでクローク。さあ、イーグルの方も、で、インドラが届きまして、折り切っていって、ライダー、破壊、ロイちゃんが巻き込まれてる。さあ、折られる。どうだ、ホーミングも結構火力上がってますからね、HP。ダメージ100上がってるんで、少し変わってる。さあ、折り切っていって、ロイちゃん頑張って。さあ、ブーメランを打っていって。リクスケこれはしんどいな。クロス、アーチャータワー。まあ、クロークがね、残ってればって感じなんですけど、このクロスにね、ずっと打たれてて。うわー、巨爆。さあ、ユニコーンは、やっぱ落ちますね、HP 結構。まあ、動いてたっていうのもあるんですが。さあ、96と、96%。さあ、ラスアタック、カズマくんも、スーパードラゴンと、インドラとベビードラが入ってますね。さあ、ボマースタイルに変わっていって、回廊ですね。最近やっぱ回廊の配置も増えてるって話を他の動画でもちょっと言ったんですけど、回廊の配置が続いていって、さあ、スーパードラゴンからのインドラ、逆サイドはキングクイーンベビードラゴン、さあ、スーパードラゴンタイム、ボマーまで出し切っていって、トムかな。さあ、いいトム。さあ、レイジに乗せてこのバルーンたちも進んでいく。しっかり罠解除をしてくれつつ、ヒーローたちも綺麗に誘導ができてますね。さあ、レイジを左側にかなりかけていって、右もかけて、グランチョを折り切りつつ、ここはフリーズ。いいフリーズだ。さあ、早めのフィストで、おお、すごい変な動きしてますが。さあ、インビジブルかけていって、クイーン、おお、タウンホールはなんとか突破。ロイちゃんまで、あ、安い折れたか。まあまあ削れたな、でも。さあ、どうなる？スーパードラゴンの数がどんどん減ってきている。さあ、リックスケルトンはまだここはポイズンかけるまでもないですね。さあ、ロイヤルチャンピオン、ここは巨爆ヒットで打たされちゃう。フリーズあるけど、これはかけどこが難しいね。かなり苦しい。さあ、投石はフルヘルス。もうワン能力あったところで。ギリギリかな。さあ、時間はまだまだたくさん当然あるんですけど、残ったのはフリーズとクイーンという。どうだ、取り切れるか。これぐるーっと右回って最後いい当たり方をすればって感じですかね。あー、入っちゃった。おー、戻ってく。さあ、顔をチラ見せしていった。おお、ギリギリです。さあ、ユニコーン直してくれ。ここでユニコーンの弱体化がね、結構見えるところなんじゃないかなと思うんですけど、さあ、迫撃砲1個に対してあまり HP が戻っていない。まあ、回復はしてるんですけどね、レッドゲージは変わらず。さあ、シングル IT は届かないところ、クロークで、ここはクローク。さあ、殴る壁は、ここ連なってるのがだるいな。最終区画まで届かない。こっ、クローク使っちゃうとシングルー、うーわ、
どっちにしろかな。ここでクロック使っちゃったらどっちにしろここでターゲット捕まっちゃうので、エリッタンまで伸ばせたかなぐらいなところだったので、97が6になったぐらいかな。これはさあ時間が足りず、最終スコア13点の96-96ですね。最終スコアどうなったんでしょうか、見ていきましょう。というところで終わってみるとこんな形、13-14と苦しい。さあ最後のアタックも 98% と 498% を取られまして敗退と。強かったですね。96-96かなりねパーセントも高くいいスコアではあるんですけど、まあそれ以上に相手からいいスコアを取られてしまい負けてしまいましたね。最近ね他のところでも思ったんですけど、フラッシュマスターズ結構大事な試合に勝った、結構強いと言われてる強豪クランを倒した後のその先で聞いたことのないクランに負けるみたいなね展開が結構続いてて、それが苦しいですね。今回もちょっとドリームエイジって初めて聞いたんですけど、初登場でね立ち上がってしまい、このクランが悔しいですね。まあスーパードラゴンの数がね結構露骨に減ってきてはいるので、まあそういったところではねこういったことも起こりづらくなるとは思ってたんですけど、それでも変わらずしっかり負けまして痛いですね。これで予選2回目クラッシュマスターズの予選2はここで敗退と。ベスト16だね。ベスト8からポイントがもらえるんですけど、ベスト16だとね0ポイントっていうところで、一番最後まで試合やったのに1ポイントももらえてないやつになっちゃうんでね、ちょっと苦しいねこれは。まあまあまあ、まあとはいえね予選1でなんとか1位のポイントを得られてるので、予選1-2がこれでまあ僕たちにとっては1-2が終了いたしまして、まだ2の予選がね配信段階、この動画撮ってる撮影段階ではねまだ終わってないので、どういうスコアになるか分かりませんが、第3回のね予選が次に行われまして、まあトータルで上位4チームが無条件予選突破って形になります。3回目の予選でね順位確定できるようなところまで入れればね 100% 勝ち上がりが決まりますので、しっかりね第3回目の予選でねラストチャンス予選に行く前にしっかり3回目でのね予選で決めたいと思います。はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。